こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はパチカでアクセント移動ということですね。アクセントの移動していきます。パチカってどうしてもね、こう、テクニックばっかり覚えて、曲に合わせてできないって形になりがちで、僕もそうだったんですけど、まあ実際曲で使えるようにしていきたいなと思うんで、アクセント移動をちゃんと練習していきたいと思います。今日の内容は、まずおさらい、前回のおさらい。ちょっと前回声がちっちゃかったので、申し訳なかったですが、もう一遍ちょっとザザッとおさらいします。で、基本形からできる4つのアクセントっていうのをやっていって、左右のアクセント、この4つのアクセントを合成すると6種類のリズムができます。まあこれだけでもねかなりできるんで、ハングフリップとフリップフロップ、まあ基本形2つを合成したやつの、これ7種類目の合成のパターンですね。これは音符にすると比較的やりやすいんで、ということで僕なりのやり方ですけど、感覚だけでやる人はそれの方がいいかなと思うんですけど、どうしても僕はどこがずれてるのか分かんないとなんかうまくできないタイプなんで、書き出してみました。というわけでやっていきたいと思います。はい。まずおさらいですね。ハングシェイクっていうのは、まあ、まず持ち方ですよね。前回もやりましたけど、手をこういう風にしてもらって、チョキのところに、このボールを1個入れてもらって、こう通していただいて。で、こういう、こう手の甲側から紐を通して、小指側のこのこっちの2つで握る感じね。で、まあ、これで振れば、シェイカーとして使えますよね、みたいな。これがハングシェイクですね。で、握ってシェイク。はい、オープンシェイク。オープンシェイクは小指をチョキにしてもらうと、音がこうオープンな感じの明るい音になる。で、まあ、当てるとクリックシェイク。この3種類ですね。これが一番最初。これはすぐできると思います。で、フリップフロップっていうのが難しいんですよね。こう、手をこうやってやって、離すと、ワン、ツー、スリー、向こうに行った時に離すと、ちょうど3連符。たつつ、たぬき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 になると。で、手を、こう、あんまりこう、こういう風にするんじゃなくて、まっすぐやると、チョップチョップってやると、という風になります。これは、しばらく練習してるとできると思います。なんか、当てに行くという感じよりかは、関係なく手をこうやって振ってると、だんだん当たってくる。それを体に覚え込ませるみたいな感じですね。ハングフリップっていうのをやっていきたいと思います。ハングフリップっていうのは、フリップっていうのは、この親指側の方で当てて、小指側の方で握るやつ。これをハングフリップと言います。フリップ側っていうふうに僕は呼んだりしますが、フリップ。逆にフロップ。フロップ側っていうのは、こっち側で、親指側で止めて、小指の方で当てるのをフロップと言います。だからこれを両方行ったり来たりするので、フリップフロップっていうんですが、ハングフリップの方ね。今日はハングフリップの4つのアクセントをやっていきます。ポイントは、こう、前やったみたいに、ちょっと上向けて練習すると、こう、落ちてくるんで、掴みやすくなるかな。タイミングさえ掴めてしまえば、あとは、これまあ、1、2時間やってるとできる人が結構多いんで、まあ、もっとかかる人もいますが、これをまあ、両手でできるようにしておきましょう。で、ゆっくりの再生があんまできないんで、もうこれも、ごめんなさい、YouTube の再生速度変えて練習してください。ね、音も聞こえるしね。タン、タツ、クチャ、タン、タツ。あんまりゆっくりで、遠心力使うんでできないですよね。はい、これがハングフリップですね。はい、ここまでがおさらいでございました。それでは、アクセント4種類ですね。アクセント4種類は、これが今の1番が、ワン、ツー、スリー、フォーで話して、こういう風ですね。ワン、ツー、スリー、フォー、タン、タツ、クチャ、タン、タツ、クチャ、タン、タツ、クチャ。今度は、ワン、ツー、スリー、フォー、ワンでしゃ、話すと、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、タッツタ、うん、タッツタ、うん、タッツタ、うん、タッツタ、サイドワインダーみたいな。ワン、ツー、スリー、フォー、うん、タッツタ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 。動きは一緒だけど、スタートする位置が違うってことね。3番は、2拍目で、話します。ワン、ツー、タッツ、タッツ、チャー、タッツ、タッツ、チャー、タッツ、タッツ、チャー、タッツ、タッツ、はい。4番目がちょっと難しくて、3個目で話すんだけど、ワン、ツー、スリー、タン、ツタ、ん、タン、ツタ。なので、4拍目から始まって、次の拍に、次の小節に食い込みます。ワン、ツー、スリー、タン、タ、タ、ワン、ツー、スリー、フォー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 。という風になります。この4番がちょっとくせ者なので、練習ちょっと難しいですが、頑張ってみてください。はい、組み合わせ1と2ですね。1と2を組み合わせたいと思います。なので、1と2を、この1が、さっき言ったの、この1番、で、2番がこれでしょ。これを組み合わせると、タン、タタ、ツターになります。で、練習するときは、
まあフィルインみたいにして使ったりとかするので、まずそのタイミングを取るために最初は右手だけで、ハングフリップやります。タンタタンタで、こっちは1個ずれて一緒にずっとこうシェイクはしといて、タンタタンタね、ワンツースリーフォー、タンタタンタタンタタタタンタタタタンタタンタタンタタタタンタという具合になります。テッペリンの音色が全然違う、バカにするなって感じですけど、別にバカにしてるわけじゃない、同じリズムだよねっていう話ですね。せーのという風にできますよねっていうお話でございました。次、組み合わせ1の3ですね。今度はタンタタンタ、サンバキックみたいになります。タンタ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 タン、こういうことですね。1と3でございました。では1と4、ここがですね、この星マークをつけておきましたが、ここにね星マークをつけておきましたが、スタートが、ここが食い込んで入ってくるので、タンタ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 ンタンタ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 タタタンタウッタンタタンタっていう風に聞こえます。スリーフォータンタタンタタンタタンという風に練習します。はい、次組み合わせ2と3ですね。今度は右手をキープを、ウッタウタウタウタの方にします。で、こちら1拍目で離して、右手は1拍目で離して、左手は2拍目で離すと、せーの、うったんた、うんたんた。というふうになります。はい。次、2と4です。ここもポイントですね。4の組み合わせが出てくると、非常にこう、なんと前にフレーズが組み込むので、これは、ターンタターンタの逆で、うたたうたたうたたにしたいんだけど、ここからスタートします。せーの、うたんた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 という風になります。これちょっとこの辺難しいですね。はい、最後ですね、3と4ですね。右手がうんたんたたんたで、左手が入ってくるので、うんたんつたうつたんたたってなります。せーの、タンタスクツタスクツタンタスクツタンタタスタタンタタスタタンタという風になりますね。この辺難しいですが、この譜面はメルマガ読者の方はダウンロードできますので、これ見ながらいろいろやってもらうと、なんか音でやると、音をイメージするとできるって感じかな。これはアサラトの渡さんがやってたんで、ちょっとやっておこうと思って練習がてら書いてみました。右手はずっとフリップフロップなんだけど、左手は、最初ここまでは一緒なんだけど、そのまま左手は、キャッチせずに。そうすると、せーの。ということでございました。なかなかね、難しいですね。このタイミングを合わせるのは。ちょっとまだ僕長いかもしれないですね。という形で、練習していただければ、こんな形で。なので、インテンポで必ずこう、どっかで踏んで、そういう風に練習してもらえば、絶対、曲で使えたりとか、あ、なんかこう、左右がね、ずれてると、ものすごい超絶に見えるんですよ。だから、こっち側の、まあ、ボールが変えるとかは、こういう、こうボールを変えたりとかね、こういうのもまあものすごく面白いんですけど、やっぱりリズムに合わせられないと結局その技は全然使えないって形になってしまうので、ちゃんと4拍子にはめ込んでリズムとして使えるようにしておかないと、あんまりこうパチカを練習した意味がなくなってしまうというか、まあただ叩けるよっていう形だけになって、おおすげえじゃんって思ってすぐこう熱が冷めてしまうので、やっぱこれでリズムが叩けるっていうところまではちゃんとやっていきたいなと思うので、一緒に練習していきましょう。本日は以上になります。今日はご視聴最後までありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。
ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。